元は大炎上じゃねえか。ひでえな。けどどうにかここまで来られたぜ。炎は敵味方を平等に殺しますからな。しかしいよいよ王宮前の広場です。立ちふさがる者は炎ごと消し去るわ。白き者、今ここで撃つ。レア様、町に放った火のおかげで敵は大軍で押しつぶす真似はできません。少数精鋭であたしらを目指して進んでくるかと。ええ、そうでしょうとも。そして彼らの先頭には、私からお母様を奪ったあの者と反逆の徒エーデルガルトがいるでしょう。炎、できる限り避け進みます。強敵注意する。しましょう。柔軟に進路を吟味し、被害を抑えて進軍したいところですな。先制奇襲、有利思います。任せてちょうだい。アドラステア皇帝、参る。戦場を広く見なくては。おっしゃ、行くぜ。渾身の策だ。何度戦えばいいのかしら。掃除に行くぞ。私が切り開きましょう。戦場に立つ以上、覚悟はできている。やるな。
ため破れるできません。その息よ。波動を敷くため、野望の実現のため。今の方向、人形たちの動きが変わったように見えるぞ。まさか白き者が叫ぶたびにあの人形たちが強くなるの？未来のためも悪くない。強く。ありがたい。トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。
気をつけて動かなければ。それ助かった。行くか。あなたが帝国に組みしたこと嘆かずにはいられません。ですが私は陛下の騎士です。主君の敵討たせてもらう。よし、実力のうちだぜ。アドラステア皇帝マイル。もう十分でしょ。王も民も誇りも全て奪ったんだ。これ以上この国から何を奪おうって言うんですか。ローナハト様、僕は僕の正義を。下がる者は必ず。とっ、あっ、
れで戦況が動く。
何度戦えばいいのか。血塗られた道。警戒が必要だ。悪いな。掃除に行くぞ。必要だ。穴を開けてやったぞ。手伝おう。生きるか死ぬかですな。逃がすと思いましたか。助かる。戦場に立つ以上覚悟はできている。気をつけて動かなければ。奇襲有利を思います。視力尽くします。ブリギットの誇り見せました。ここをしのげば。よっしゃ行くぜ。Thank you.
努力が実を結んだようね。結んだようね。下がる者は必ず撃つ。また一掃除に行くぞ。あと何度戦えばいいのかしら。戦場に立つ以上、覚悟はできている。私が切り開きましょう。悪い。よっしゃー、いくぜ。
これで邪魔はなくなりましたな。だってここは通さないんだから譲れません。はあ、ええ、任せてちょうだい。これでいける。アドラステア皇帝、マイル。フェルディアは絶対に渡さない。死んだってここは通さないんだから。相手でも勝たなきゃならねえ。戦場を広く見なくても気をつけて動かなければ。活動限界のため要注意です。
れたことを誇りなさい。何度戦えばいいのかしら。全身全霊をこの戦いに注ぐ。雷帝が命を喰らえと騒ぐんでね。女神のしもべたるこの剣、味合わせてやるよ。掃除に行くぞ。よ、元相棒。いつかこの日が来るとは思っていた。奇遇だな。私もだよ。まあ仕方ないさ。生まれも死んずるものも何もかも違う私たちだ。生き方も死に方も違うか。ああ、そうだな。レア様、あなたの剣として生きるのもここまでの一歩も。まだできることはありますな。戦場に立つ以上、覚悟はできている。レア様に近づくな。こういう時は私が負けるわけにはいかないの。やば。死力尽くします。戦い、すべて大義のためです。私、私が切り開きましょう。無理しない方が良さそうね。嬉しく思います。あなたはレア様を悲しませたから、僕はあなたを許さない。レア様、今までありがとう。アドラスティア皇帝、マイル。いい働きね。先制奇襲、有利思います。
様を感謝なさい。人が自ら立ち支え合うこの世界に神の居場所はない。レア、あなたの役目は終わったわ。だから今は
歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。王都フェルディアの陥落によって、ファーガス神聖王国とセイロス聖教会はフォドラの歴史からその姿を消した。ここに皇帝エーデルガルトをいただくアドラステア帝国はフォドラ全土の統一を果たしたのである。エーデルガルトは強固な中央集権制を敷くと、貴族制度の打破に向けた改革に着手、身分と紋章によらない新たな世界の実現に乗り出した。その裏では帝国との協力関係にあった闇にうごめく者たちとの対決姿勢を鮮明にし、日の当たらぬところでの戦いが静かに巻き起こっていた。人を支配した女神の眷属は滅んだわ。女神の作り上げた世界は形を変え、やがて私たち自身の手によるものになっていく。そうでしょう、先生。ええ、そうね。まだ全て終わったわけではない。彼らとの対決は避けられないわ。それにこの世がどうなっていくかは私たち自身の選択次第だものね。あなたはこれからも私と共にいてくれる聖母で、私を守ることを選んでくれたように、今も変わらず私を選んでくれる先生。今エルって、よかった、指輪を。ありがとう先生。喜んで受け取るわ。私はずっと不安だったの。自分だけが一方的に思っているのではと。他の誰を敵に回しても、あなたにだけは味方でいてほしかった。重荷を分かち合ってほしいと願った時、あなたもまた同じく願っていてほしかった。その思いがこうして叶って、私はとても嬉しい。ええ、こちらこそよろしく。私とあなたでなら不可能はないわ。闇にうごめく者たちを滅ぼし、フォドラの安寧を取り戻し、素晴らしい後継者を見つけて、私の知性を終えたその時は、あなたと二人だけの蜜月の時を過ごしたい。ええ、そうね。気を引き締め直さなければ。さあ行きましょう。あなたは名実ともに私の伴侶となった。エーデルガルトの波動はここで終わり、ここからは二人の道が続く。欺瞞と不条理に満ちたホドラの闇は戦乱の終幕とともに払われるわ。二人でこのフォドラに刺す希望の光となるの。